はい、プレイボール、どうも野球人です。2021年ドラフト候補紹介ということで、今回もですね、しっかりドラフト候補の情報をお届けしたいと思います。今回ご紹介の選手はこちらの選手です。はい、2021年ドラフト候補紹介、今日のご紹介は九州国際大学附属、九州の大型逸材、柳川大成選手ということで、今回はですね、高校生のピッチャーのご紹介でございます。柳川選手、どのような選手なのか、まずはしっかりプロフィールから確認していきましょう。はい、ドラフト履歴書ということで見ていきます。柳川大成選手、2003年8月21日まで、在籍が九州国際大学附属高校、出身地大分県、191センチ84キロですね、恵まれた体格です。ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。はい、ではそんな柳川選手ですね、どのような旧歴を歩んできたのか、そちらもチェックしていきましょう。はい、では旧歴見ていきます。小学校から中学校ですね、小学2年生の時から軟式のチームで野球を始め、中学に上がるとですね、ボーイズリーグに所属し公式野球をプレーします。当時はキャッチャーでありましたが、2年時に投手へ転向、3年時にはですね、ノモジャパンにも選出、アメリカ戦に登板し好投を果たしました。その後ですね、現在の九州国際大学附属高校に進学することになります。はい、そしてですね、九州国際大学附属高校に入学後はなかなか公式戦での登板機会がありませんでしたが、2年夏の代替大会でデビューします。リリーフとしてチームの県大会優勝に貢献しました。そして2年秋の県大会からはですね、エースナンバーを背負いチームを牽引。しかし九州大会からは、夏にエースであったドラフト候補のですね、山本大輝投手に再び背番号1が渡り、自身は控え投手に回ることになりました。はい、そしてその九州大会ではですね、1回戦の明豊高校戦相手にですね、1回3失点と打ち込まれ敗戦。しかしその試合で自身は最速更新となる152キロを記録、一躍ドラフト候補に名乗りを上げることになります。その後ですね、3年春には再び背番号1を任されると、完封などの活躍でチームは準優勝を果たします。そして3年最後の夏大会では、三度ですね、控え投手に降格。3試合の登板があったものの、準々決勝の飯塚高校戦で敗戦し、高校3年間で甲子園に出場することはありませんでした。その後ですね、プロ志望届を提出し、ドラフトを待ちますということでございます。ちなみにですね、同じくドラフト候補であるですね、山本選手もプロ志望届を提出しておりますので、まあ同時にね、かかる可能性というのもあるということでございます。はい、ではですね、続いては彼がどういう選手なのかというところにスポットを当てていきましょう。はい、では選手解説ですね、見ていきましょう。柳川大成選手、マックスが152キロと非常に速いですね。球種はスライダー、カット、フォーク、チェンジアップを投げることができます。ピッチングでパーセントからゆったり左足を上げ、小さいステップ幅で角度のあるリリースポイントが特徴的なフォームから、ストレートを中心に三振の山を築くピッチングスタイルが持ち味です。ですね、フォームが特徴的と言いますか、本当にステップ幅が小さいので立ち投げみたいな感じなんですよね。本当にキャッチボールしてるぐらいの力感のピッチングフォームなんで、そこは本当に独特かなっていう風な気はしますね。で、彼のストロングポイント、長所はですね、一番の魅力はそのスケールの大きさにあるかなというふうに思います。190センチを超え152キロという球速はですね、まさにロマンを感じさせ、身長はですね、まだまだ止まっておらず、未知数の成長に期待ができるかなというふうに思います。さらに、決め球のフォークボールも切れ味鋭く、しっかりとベース上に決まればですね、三振を取っていけるピッチャーになるのかなというふうには思います。一方ですね、ウィークポイントも非常にね、ある選手でして、潜在能力というのはあるんですが、かなり荒削りな投手です。制球力に課題を残すというところがね、まず言えるかなというふうに思います。変化球もね、キレっていうのはいいんですけど、なかなかベースの上にね、いかないというところで、特にやっぱ引っかかって、外れてしまうっていうケースが多々見られたので、リリースポイントの安定っていうところをね、まずしっかりとやっていかないといけないのかなというふうに思います。で、さらに球速もですね、2年秋に152キロっていうのが先行しているんですが、それ以降はなかなかその片鱗が見られないんですよね。なので現時点ではバンバン速い球を投げれるわけではなさそうということで、140キロ後半とかもあんま出してるイメージはないので、その時の調子が良かったのか何なのかっていうところはあるんですけど、ちょっと152キロが一人歩きしてしまっている感は否めないかなというふうには思います。
あとはフォームの改造から着手すると結構ね育成に時間がかかるタイプなのかなっていうふうには思いますので、まあ根気強くね、潜在能力が高い選手なのでゆっくりとまあ数年かけて育てていくイメージが大切なのかなというふうに感じました。はい、では続いてはですね成績の方をしっかりと確認していきましょう。はい、では投手成績ですね確認していきましょう。2021年夏大会の成績を持ってきました。3試合で 7.0 イニング8打三振7四球被安打3つ防御率 3.86 ウィップ 1.43 打三振率 10.29 四球率 9.00 という成績でございます。はい、こうやって見るとですね、まあやはり、まあ制球力に苦しんでいるかなというふうには思います。それでも三振が取れるため、ある程度の成績には落ち着いてるのかなというふうに思うんですけれども、まあやっぱりすぐに活躍っていうのは、まあ難しそうですよね。で、高校生 A1 がですね、豊富な今年に関しては、支配下での指名というのは、正直なかなかね、厳しいのかなというふうには感じてしまいます。まあ本当にビッグスリーを中心に、その下にもですね、立つ選手、やらね、まあいいピッチャーっていうのがたくさんいて、特に3位4位くらいの層っていうのが今年多分非常にね、右ピッチャー熱いかなっていう風には思いますので、なかなかねそこに入るっていうのはね難しいかなっていう風には感じます。しかしポテンシャルは高いため、育成であれば指名される可能性っていうのは高くなってくるのかなっていう風に思います。なんといってもねやっぱり191センチっていうかなり恵まれた体格っていうのはね、まあ彼の一番の魅力であって、他の人には真似できないところであるので、そこというのはですね、まあやはり今後ですね、成長幅というところで育成で取っても全然いいのかなというふうには思います。ではその肝心なスカウトコメントですね、どこの球団がコメントを出しているのか見ていきましょう。はい、ではスカウトコメント見ていきます。まずはソフトバンクのスカウト部部長ですね、九州国際の山本君と柳川君の2人とも高素材ですが、現時点の完成度なら山本君、将来性なら柳川君と評価しています。柳川君はまだまだ荒い部分もありますが、しっかりと腕を振ってボールに力を伝えられるのがポイントです。現時点で最速152キロとスピードもありますが、まだ通過点もっと良くなるでしょうと。広島のスカウトもサイズもあるし素材は抜群、体の軸ができればもっと良くなる、夏まで成長を見守りたいと。そしてですね、他にも阪神など合計10球団が視察しに来たというね情報も入っておりますので、まあ素材型ということではあるんですが、しっかりとねどの球団もマークしている選手なのかなというふうに思います。で、特にコメントがあるですねソフトバンク広島なんかは本当に好きそうなタイプですよね。こういうタイプをしっかり下位やソフトバンクなんかね特に育成で拾って、まあ育て上げるっていうイメージは湧くので、まあ地元ということもあるんでしょうが、やはりソフトバンクとかね育成で取るんじゃないかなというふうに踏んでおります。はい、では以上がスカウトコメントでございました。はい、というわけで2021年ドラフト候補紹介、今日のご紹介は九州国際大学附属の柳川大成選手のご紹介でございました。いかがでございましたでしょうか。はい、これ以外にもですねたくさんドラフト候補の動画を作っておりますので、よければ終了画面や、あとはですね再生リストから飛んでいただければ嬉しいです。以上野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。